ねえ、君たちの夢って何かな。ポケモン150匹ゲット。あら、私と同じ。大人のくせに変なの。何よ、いけない。いけなくないけどさ。ねえ、君たちさ、他にはどんな夢があるの。ね、もう一つの夢はね、昔私がまだ子供だった頃、ポケットに入れてたたくさんの宝物、今でも時々顔を覗かせるのよ。これってもしかしてピカチュウ？なんでしょうね。昔の子供、今の子供、ポケットの中身はいつだって男の子でも女の子でも、ポケットの中身は誰だってファンタジー。この夏、劇場版ポケットモンスターミュウツーの逆襲、同時上映、ピカチュウの夏休み。